黒バラ軍団リーダーのセイジです。さあ本日のターゲットホールはアビックタルミテンさんで実践します。朝の入場なんですが、50人ぐらいの並びの中、僕の抽選番号は34番でした。朝の立ち回りなんですが、前日下見をしておりますので、その情報のもと北斗の拳転生の章に何台か候補台があるので、それに触れたらなと思っております。まあでも34番、少し遅めの番号なので、候補台転生の章取れなかった場合は、前日の下見と照らし合わせて、リセ状況、末状況をしっかり確認しながら立ち回っていきたいと思っております。本日、仕事の都合で本日中に関東の方に帰らなければいけない予定がありますので、実戦時間に限りがありますが、その限られた時間の中でしっかり勝てるよう頑張っていきたいと思います。現在 A ランクで1敗してしまっているので、再び A ランクで1勝できるよう頑張ってまいりますので、本日も最後までよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。お願いします。とりあえずこの台が取れたと。じゃあこの台確保して、ちょっと他の状況を見に行ってまいりたいと思います。オス番2が出目変わってますね。でもちょっと多分出目変わってるんですけど、閉店ちょっと前だったんで、 DDT がされてる跡があるんで、まあもしかしたらお客さんが回されたかも分かんないですね。ゴッドイーター出目変わってますね。か出目対策かどっちかですかね。ちょっと友の出目見に行きます。あ出目変わってる。トキじゃない、出目変わってますね。35、1パー1リップ1。あれこれは出目変わってない。34番台、ああ出目変わってる。あれ一元も回されてないけど、出目が変わってる台と変わってない台がありますね。戦国乙女、まあこれ前日771ゲームっていうところでね、天井近かったんですけど、出目変わってますね。出目が今んとこ一緒なのは北斗の友1台だけですね。さあここまで朝の下見の情報から、朝一の状況を確認していったんですけど、ほぼチェックした台は出目が変わってます。変わってなかったのはビンゴに1台とトモに1台だけという状況で、リセ傾向が強い、もしくはお店さん側がガクン対策をされていると。でガクンが効く台は、トモの1台以外もれなく全部出目が変わっていたので、ある程度対策されているんじゃないかということが予想できます。まあでも対策すること自体、理性の情報っていうのを、なんとなく得するためだと思うので、まあ、そういうところを加味しても理性傾向ホール内全体強いんじゃないかなということが朝一で分かりました。なので、自分が確保した転生もガックン確かめながら、そして転生に何台か候補台があるんでね、その候補台の、前兆が来る状況とかも確認しながら慎重に言っておきたいと思います。北斗の拳転生の章の41番台、まあ、この台なんですけど、AT 中に閉店を迎えてます。なので、この台をリセット狙いで2頃までとりあえず回していきたいと思います。ではやってきます。まあここまで、今17安倍氏なんですけど、まあ、朝回して出目がスルーということで、まあ、確実に AT 中の閉店で昨日は終わってますので、そこでスルーしたっていうことはやっぱり朝一チェックした通り
こう学訓対策がされているという根拠が強まりましたね。キュアベスでチャンスですね。リプレイで紫ランプ、まあ広角には上がってるとは思うので、もう一回レア役を引く必要があるか、もうすでにさっきのチャンスリプで当選しているかですね。57ベシ8点、57アベシで、降格中のチャンスリップから天波の時ですね。次行きます。172アベシまで行きましたね。見頃超えちゃいましたね。304アベス、結構天波明けもうリプレイ引いちゃってるんでね。そういうところで318ゲーム強チェリーですね。おー、強チェリーから320アベスでユリアステージ、これで強チェ引いてから3ゲーム目、これで4ゲーム目ですね。5ゲーム目、6ゲーム目、7ゲーム目、これで8ゲーム目。あ、確定しましたね。8ゲームで326アベシで確定ですね。326アベシ投資が5本ですね。強制からの強制解除です。コーラの色は青。ラオウは俺の友達。単発140枚で終了です。まあちょっとね、伝承が残ってるかもしれないんで少し回します。今の時間店内の状況を確認したんですけど、オス番長2がまあ70ゲームほどの早い当たりがあったり、26アベシで強チェリー、あとねゴッドイーターが、90ゲームぐらいのところで、当たっていたので、まあそういう状況を見ても店内リセ傾向ある程度強いのかなと予想が立ちました。でこの台もね、まあ朝一の当たりが強チェリーでの強制解除でしたけど、まあ朝一はねこの転生の章、どこのテーブルが選ばれているかっていうのはちょっとわからないので、とりあえずこの台を、2頃まで回してさらに状況を確認したいと思います。34アビス強チェリーから8点、ランプがリプレイに対して死亡。強チェリー249ゲーム、強チェがめちゃめちゃいいっすね。これ2頃超えて、ま
まだ続いてるのでそのまま天波に入ってるかもしれないですね。ニゴロアベシからの、遊び8ゲーム264アベシで解除であればニゴロのゾーンでの当選になりますかね。当たりましたね。263アベシ、なんで264までの遊び8ゲームプラスで当選ですね。総投資が8本です。おービビったやってもた。おら赤オーラ久々っすわ。AT レベル3以上に行きたいっすね。行ったらやしょとりあえず SP。 まあそれよりはこの SP が抜けた後のまあ AT レベルが高い都心のね B とか C が選ばれてこう勝負球が溜まりやすいところを引かないと、いくら北斗揃いといえ AT レベル高いとはいえ厳しいものがありますね。本郷はだいぶ辛いということです。そしてもう負けそうっす。大丈夫か。雲が動いてない。マジっすか。単発もあるなこれ。単発もあるな。デモリンデモリンデモリン。マジか単発だ。しかも今後っすね。いやーいくら北斗揃いといえ、ああよかった。東進 B ぐらいは攻めてあってほしいですね。まあ何より勝負球が溜めれないと意味がない。ああよかった。なんで勝負球13個で真剣勝負ですかね。13個ナビなし進熱いっすね。これはいけるだろう。あれ厳しい。ラオウは俺の友達。よーし勝負玉11個で勝てました。ローチェがよく落ちますね。一撃でいきます。死んでてくんだよ。お母さん。あーマジか。厳しい。あーどんだけ負けてんだ。あー涙しラオウで強制。よし。ラオウはやっぱ友達っすね。なんすけど9連敗しましたね。次が AT レベル高くないとちょっと辛いかな。あ AT レベルじゃない。まあこの波動スタートなんですけど、まあせめて闘神 B で次はいてくれないと困りますね。もう勝負球を貯めないといけない。勝負球9個で真剣勝負です。ここは頑張んないと。これのお母さん。シューナビなし。あースイカか。厳しいな。ラオウは俺の友達。あー無理。あーこれは厳しいぞ。
おお、マジか。あと2個、あ、3個。お願いお願い。いやー、もったいない。これはもったいない。頼む、続けさせて、続けさせて。ラオサウザーは俺のいとこ。おお、よかった。サウザーリップ、残り1個で何度か勝ちましたね。で混合スタート。くい、あー、もうお母さんマジやめて。残り4つ。サウサー、これのあるよ。サウサーベル、よし。残り3個でなんとか勝利ですね。あ、頼むよ。おかい、お前じゃねえよ。サウサーでベル、お願いします、お願いします。うーん、シンガー、俺のお母さん、お願いします。あー、これのお母さん、残り4個。あー、ラオウは俺リプレイはないわ。あと2個、終わりたくない。あー、サウザーレベルお願いします。あー、もう1個。あー、チャギ、うわー、マジファックだよ。エチエーベル3が、バトル5セットの732枚、まあ、おそらくね、投信 A も多かったんで、D レベルは3だったと思います、まあ、D レベル3で700枚は、まあまあまあ、正直もう少し伸びてほしかったですけどね。とりあえずまだ AT のゲーム数も含めて648で回せてないんですけど、強チェが10回落ちてきているので、単純に強地が64分の1、 64.1 分の1、で弱地が6回と、これはまだね、そのチリの様子っていうのも気になるんで、まあまたまず2頃までは確実にこの台見たいと思います。場所を問い詰めろ、赤文字。まあこの演出挟むってことは、いよいよ多分ここで解除すると思います。126アベス39ゲームで8点、アベス的に天国解除だと思います。確定ですね。128アベス、アベス数での解除、41ゲームですね。持ちメダルでの挑戦です。まあここまでの初当たり3回が、まあ最初は強制の強制解除でしたけど、まあおそらく2頃での当たりが前回で、今回が天国当選、そして強チェリーが非常に落ちがいいというところを鑑みても、まあ、もしかしたら設定にも少し期待して打っていきたいと思います。コーラは青ですね。勝負玉3個で真剣勝負ですね。いやー、諦めたらダメですよ。頑張れ。はい、ということで、この辺りは150枚の単発でしたね。お、1ゲームからスイカ。
さあこの北斗転生今248ゲーム255阿部氏、まあ、ここで店内見て回ったんですけど、結果はこの台を続行します。設定狙いに切り替えて、で、まあ、なぜかというと、今の状況ホール内見て回ったんですが、まあ、ジャグラーに関してなんですが、前日履歴が良かった台、前日強かった台っていうのは、あまり回数がまだこの時間ですけどついていなくて、で常連の朝から来てるお客様も、前日良かった台っていうより前日のへこみの上げ狙いで打ってらっしゃる方が多くて、実際出玉もこの時間ある程度ついてきてるという状況があって、で僕が打ってる北斗の島も、ちょうど僕の、隣で打ってるお客様の台が僕の第二候補台だったんですけど、まあ、そこに関しては前日高設定の末狙いと予想していたんですが、ちょっとね深い安倍数まで持ってかれてる状況が隣の台にはあるので、で今回この台は、AT 閉店のリセット狙いということで打ち始めたんですけど、まあ強チェの落ちもよく、で今のところ、安倍氏解除数は深いところまで1回も持ってかれてないんでね、なんでまあ店内、偽傾向強く、そして前日のへこみ台がある程度有効なのではと思いますので、まあ引き続き、まあこの台もね前日初当たり1回しか引いてないんで、なんとも言えない状況ではあるんですが、前日のへこみの上げ狙いということでこの台を打っていきたいと思います。170阿部氏一気にいきます。442阿部氏までいきましたね。769阿部氏から800阿部氏までで薄いゾーンがあるんですけど、まあ、その間で当たれば設定1、2で、まあ、通常 A であれば 5% で設定5、6であれば 10% と、まあ、倍近く設定差ある阿部氏での当選だったんで、これはだいぶ高設定に期待が持てる展開になってきましたね。ないっすね、残念、2連の242枚でした。光ったぞ。あれ？5ゲーム目。弱チェから5ゲーム目。弱チェから8ゲーム。弱チェから9ゲーム。356阿部氏。356阿部氏というと、モード A でも352阿部氏まで低設定で 1%、高設定で 3% で設定差あるとこあるんですけど、通常 A のそこで当選か、でもちょっとこれが弱チェが作用したか、なんか当選規約がちょっとわからないですね。何にせよここの阿部氏で当たるっていうのはモードがどこにしても珍しいことではあるので、ちょっとわからないですね。オーラは青です。まあただ一つ言えるのは、まあここまでの会場阿部氏やその強制の落ち方、そういうことを考えると、
おそらくこの台は、おそらくというか、まあこの早い段階で断定するのは早いかもしれませんけど、まあ上であろう挙動ですよね。挙動がいいものっていうのもなかったんでね。まあそんな中でこの北斗は自分に幸せから打ってきて、まあいろんな要素がこう設定しさ確認できてる部分はあるので、まあ2号を超えて危険な部分はあるんですけどね、もう少し打っていきたいと思います。ここからですね。
まあギリ見れると思います。これで連勝で天覇にすぐ入ってしまったりしたらいよいよ前兆が分かんないです。これが定めの時だときついですね。ああ、定め、これ天覇っすね。まあここで解除すれば A だったってことになりますけどね。いないっす。1335阿部氏829ゲーム、ロッチェリーから天覇です。これで一気に天井まで行きたいですね。まあ行きましたね。まあとりあえずこれで天井解除ですね。スタッフもらいました。天井超えちゃいました。何阿部氏で当たるかですよね。あいや当たっちゃいけないところですね。1465阿部氏837ゲーム、追加投資したんで総投資が14本ですね。まあ、この回転数なんでここから1480までは、まあ、低設定の方が当たりやすい阿部数ですね。オーラは青ですね。波動スタート。マジか。2連は痛いっすね。256枚。さあここでまた初当たりがもらえると思いますね。いやーここは欲しい、本当に欲しい。天国はない。もう一発でいきます。あーマジか。強チェリーが120分の1、弱チェリーが98分の1と、まあ弱チェがだいぶ落ちるようにはなってきてしまいましたね。まあなんか、まあ強チェは圧倒的にいいという状況で、まあ安倍氏の会場数を鑑みてもまあ、いい強打を示してるんですけどね。まあここに来て1400の後半一番辛いところで当たってしまったのと、まあ次の当たりでも2ゴロ以内の解除がなすと、まあ一度周りの状況を確認していきたいと思います。まあそこまでね期待できる台っていうのはちょっと空き台として見つからず、まあそんな中でやっぱりこれも朝から打ってきて、まあ不安要素もちょっと出てきてはいるんですけどね。まあやっぱり当たった阿部氏の数であったり強調の多さであったりそういうところを考えても、まあとりあえずは今467阿部氏なので500のところの煽りでこの台の指標を判断するのも今の状況であれば十分通用すると思いますので、とりあえずはもう少し回して様子を見たいと思います。880阿部氏340ゲームで、まあ、B 天井での作業ですね。
発の214枚。まあ前回のあたりも結局モード B だったっていうことなんでね、まあ、即前兆もないところで一旦周りの状況を確認しに行きたいと思います。今北斗の大当たりが終わって店内の状況をまた確認したんですけど、まあ正直、まあ、期待値が本当に何百円かっていう台は拾えそうな感じではあるんですけど、それ以上に今打ってる北斗が、まあ、今回も一応天井でしたけど B で当たりましたし、で初当たりは300分の1を切っている状況で、強チェリーも130分の1ぐらいで落ちてきてくれているので、とあと今までのアベス数っていうのを考えるとまだまだ上の挙動を示してくれると思います。なんで今投資がまあ大体950枚ぐらいで、まあ手元の200枚ぐらいという状況なんですけど、まあ、700枚残り追いかけてちょっとね、引き続き北斗の原点戦の賞を打っていきたいと思います。まあ、なんですが今日仕事の都合上今日中にどうしても関東の方へ帰らなければいけないので、そういう時間も照らし合わせながら押し引きを考えて、引き続き北斗の原点戦の賞を打っていきたいと思います。1.62ゲームで解除ですね。総投資が44本。なるほど、ずれちゃえずれちゃえ。はい、青オーラで赤なのです。勝負玉5個で新年勝負です。なんとか残り1個で勝てましたね。いいんですけども、まあ、1400台のハマり2回食らってしまって、2ゴロ以内の解除っていうのが結局2回しかないのでね、まあ、これ以上続行は上あるかもしれないですけど危険なんで、この台をここまでにして他の台を探したいと思います。戦国乙女2の178番台、
まあ、これは現在488ゲームで捨てられてて、まあ、若干ではありますが期待値プラスだと思います。で時間的にもね、まあ、これの当たりの様子を見てっていうのが今日最後のチャンスになると思うので当たるまで打っていきたいと思います。まあ、現在サマイ数がおそらくマイナス1800枚ぐらいですね。まあ、非常に厳しい展開ではあるんですけど、しかも実戦時間の残りが1時間半ぐらい、まあ、さらにこの時間稼働も高くなってきて、なかなか期待値のある台っていうのは触れない、拾えないという状況の中で、まあ、この戦国乙女期待値としてもちょっと厳しいものがあるとは思うんですけど、まあ、残り時間最後までね、なんとかまくるぐらいの出玉を作れるように最後まで諦めずにね、積極的に勝ちを目指して打ち続けたいと思います。チャンスリップですね。582ゲームこれでチャンスゾーン行くところに設定差があるんですけど、リード、黒木上郎ですね。594ゲーム、ホールドしましたね。608ゲーム8点、厳しそうかな。615ゲーム、持ちコインでの当選です。止めボーナス、特にチャンスアップもないっすね。おお、止めボーナス良かったっすね。救済チャンスいければバンバンサイ、おっ、チャンスリプレイ、新乙女ボーナスっすね。
なく強めに終了ですね。緑前期ですね。ということで新乙女ボーナス1回の乙女ボーナス2回でしたね。まあ終了画面も普通ですね。ここで引いたか出てきちゃうんじゃないですか。スクロールすらねえか。その店長もなさそうなのでこの台は27ゲームでやめたいと思います。ゴッドイーターの20番台、現在これ液晶の中と同じように、292ゲームです。でもう本当にね天井期待値なんて言ったらもう本当数枚の世界です。なんですけど、残り時間を照らし合わせるともう打ち出さないと、投資をまくるっていうのは難しくなってきます。でねやっぱり制限時間いっぱい最後まで諦めたくないんで、この台で天井狙いでこう当たるまで打っていきたいと思います。316ゲームチャンス目。いやー殲滅ミッションいってほしい。お願いします。殲滅モード殲滅モードいってほしい。おあきついお前はいける。殲滅モードいってマジでいってよし。338ゲームチャンス目から殲滅モードですね。ここで当てなきゃ意味がない。来い引いたぞ強制。よーし強制引いた。俺はもらったでしょ。まず頑張れ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 。おっしゃ防いだ。よし345ゲーム殲滅モードの途中の境地ですかね。荒神バースト確定です。持ちメダルでの当選ですね。これはワンチャンあるかもしんない。最後まで諦めないですよ俺は。よしダブルです。落ちちゃいダブルダブルダブル。ライトは青です。アガンコンボですね。いやマジっすか。何も引いてねえし。早い。のリプレイ分もちゃんと反映されてた。よし引いたぞ。強制来い強制強制。よし昇格して。よし。これ多分内部的に5つ破壊できてると思うんですよね強制で。よかったっす。ストーンに行った。よしまあまあまあ。残念したね。即前兆だけ確認します。
ではこの台は7ゲームでやめて、まあ、あと限られた時間、周りの状況をまだ諦めずに見に行きましょう。アイムジャグラーの103番台、この台が今、4786回転でガッサンが129分の1、ピックが24回、バケ13回と、まあ、バケが弱く不安要素はあるんですけど、最後まで諦めずにこの台を信じて、あと30分ちょっとの残り時間、時間いっぱいまで打っていきたいと思います。ということで524ゲームまで回しましたが、残念ながら時間が来てしまったので出玉を流して実戦終了としたいと思います。ありがとうございます。ということで回収が404枚でした。お疲れ様でした。実戦終了しました。本日の立ち回りなんですが、朝一は狙い台である北斗の拳転生の章を抑えることができ、高設定だと信じ打ち続けましたが、出玉を作るということには至りませんでした。その後は実戦時間限られている中で、低い期待値でも積極的に触っていったんですが、出玉をまくるという結果には至りませんでした。本日の結果なんですが、投資2068枚、回収が404枚、3枚数がマイナスの1664枚ということで、残念ながら本日 A ランクでの2連敗目喫してしまいました。次回負けてしまうと B ランクへの降格ということになってしまうので、それだけは絶対避けるために、次回も負けないように頑張ってまいりますので応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。